まこなりです。今回は見るだけで人生が好転する最強映画トップ5を発表していきます。映画見るだけでって映画見る以外に何があるんだよって感じですけども、ここで言いたかったのは、特別に行動しなくてもただ座って見るだけでその後の人生の意思決定行動が変わってしまうほど私が影響を受けた映画だということです。実は私起業して最初に始めたのがログという映画記録サービスなんですよね。なんで結構映画作品人よりは見ていると思います。そんな私が今回人生が好転するという観点で作品を5つ選びました。もうこれ言わなくても皆さんお分かりだと思うんですけど、純度 100% 私の独断と偏見によるチョイスです。でもだからこそ私が皆さんにお金を払ってでも見てほしい、もし仲間だったら今すぐ家に帰って見ろと言いたいくらいの映画しか選んでません。これから紹介する作品が伝えるメッセージは私の価値観そのものです。もしかしたらね、目から鱗のメッセージというのはないかもしれません。でも人生で本当に大事なことっていうのはいつもシンプルなんです。シンプルであるがゆえに難しい。だからこそね、時には心が揺さぶられるような映像作品を見て、本当に大事なことは何かというのを都度見直していくことは人生において大切なことではないでしょうか。今回のトップ5の発表はこれから見る人のためにも重大なネタバレはないように話しますのでご安心ください。ということで前置きが長くなりましたけども、早速いきましょう。人生が好転する最強の映画第5位。第5位はきっとうまくいくです。この映画を見て人生が好転する理由は、競争社会の中で人生の正しい選択の仕方が学べるからです。こちらはインドの映画なんですけども、あのスピルバーグ監督が3回見たというほど評価の高い面白い作品です。ざっくり概要を言うと、インドのエリートを養成する鬼学長のいる学校で、ちょっと変わったサンバカトリオがたくさんの騒動を起こします。この物語はそのサンバカトリオがエリート学校を卒業してから10年後の話から始まります。10年後にサンバカトリオの1人、主人公で最もキーマンのランチョを探すところから始まるんです。いくつか心打たれるストーリーを紹介します。このランチョというのが型破りでめちゃくちゃすごいやつなんですよ。外から見ると一見型破りなやつだと思うんですけど、実はめちゃくちゃ本質的でシンプルな行動原理で動いているんです。まず前提として、インドというのはえげつないほど競争社会です。貧乏から成り上がるにはエンジニアか医者になるしかありません。なんで主人公たちのいるエリート学校の人たちもみんな必死で勉強するんです。主人公のランチョは一見勉強していないように見えるんですけど、そのエリート学校のテストでガリベン君を抑えて1位になるんです。その1位になった時にランチョはこう言います。なぜ私が試験で1位になったか分かるか。工学に情熱があるからだ。その学校にいる生徒たちはみんないい点数を取って人を蹴落として自分が上に行くために勉強を頑張っています。でも主人公のランチョは違いました。ただ単に工学を学ぶのが面白くて、それだけのために夢中になって学んでいるんです。他人に勝とうとしてやっている人、自分が好きだから夢中でやっている人、結果に差が出るのは当たり前ですよね。そう考えると、スティーブ・ジョブズがかつてスピーチで言ったように、まず人生で夢中になれることを見つけろというのは何よりも大切なことではないでしょうか。勉強、何かを学ぶというのは人を蹴落とすためにやるんじゃなくて、それを学ぶことが面白いから、新しいことを知ることが楽しくてやることなんです。私たち日本人も受験勉強から良い点数を取らないと、人よりも上に行かないといい人生を送れないという固定観念にとらわれてしまってます。私たちはもう一度子供の頃に戻ったつもりで、新しい何かを知るのは面白いという原則に戻っていかないといけないのではないでしょうか。あともう一つ心打たれるシーンがあって、サンバカトリオの一人にファルハーンという写真を撮るのが大好きな人がいます。でも父親はエンジニアになれという強い固定観念を持っていて、それを押し付けてきます。ファルハーンはずっとその父親が言うことに従って生きてきました。でもファルハーンは写真撮るのが大好きで、いつもいい写真を撮ってるんですよ。そのファルハーンに主人公のランチョはこう問いかけるんです。こんなに素晴らしい写真が撮れるのに、なんで写真家を目指さないんだ、写真家にならないなんてもったいない。インドではそんなこと言う人は誰もいないわけです。とにかくエンジニアか医者になることが人生の成功だと思っています。にもかかわらずランチョは一片の曇りもなくファルハーンに写真家になれよと断言するんです。そうやって説得されたファルハーンがどういった行動をしていくのか、ここは素晴らしいシーンなんで見てからのお楽しみです。ランチョはそんな感じで型破りな神童として学生時代を送ります。でもメインの話は学生時代ではなくて、そんなすげえやつだったランチョが10年後にどうなってるんだ、いなくなっている、探せというところから始まるんです。これもまたね、びっくりする展開が待ってます。今の日本はインドほど出世が全てという価値観がなくなってきてます。勉強して大企業に入ったとしても、その会社もいつ潰れるか分かんない。だからみんな人を蹴落としていこうとするほどガツガツはしていないのかもしれません。つまり2つの人種がこの日本にはいるんですよ。自分の夢中になれる、好きなことを追求しようと腹を決めている人、競争社会の真っ只中にいて誰かと比べて生きている、
ている人、いつも言ってるように人と比べるというのは人の本能ですから完全に消し去ることはできません。でもその人と競争する、人と比べることにずっとこだわって生きていくのか、夢中になれることをやっていくのか、どちらの方が幸せな生き方なのか、結果が出るのかはもう言わなくても明らかですよね。私は競争は大嫌いです。人と比べられるようなことはしたくありません。この YouTube だって再生回数を稼いで登録者数をどんどん増やして人に勝とうと思ってやっているわけではありません。ただ単純に価値ある情報を皆さんにお伝えしたくてやっているんです。400名の社員がいる経営者兼 YouTuber というのは日本にも多分いないと思うんですよね。だから型破りな人間だと思われることも多いですけども、でも私としてはシンプルに楽しいことをやるという行動原理だけでここまで生きてきたんです。なのでこの映画には共感するところがたくさんありました。ぜひあなたもランチョーから競争社会の中での人生の正しい選択の仕方を学んでみてはいかがでしょうか。一つだけこの映画の難点はめちゃ長いんです。ぜひ3時間くらいね、時間に余裕があるときにゆっくり見てください。見るだけで人生が好転する映画第4位、第4位はショーシャンクの空にです。はい、名作中の名画を入れてしまいました。禁じてたと思うんですけどね、これは入れざるを得ません。この映画を見て人生が好転する理由は、どんなに絶望な中でも希望を持ち続ける大事さ、それを心で理解できることです。ざっくり概要を言うと、主人公のアンディは冤罪で刑務所に入れられてしまいます。何も悪いことはしてないのにもかかわらず終身刑です。収監されたショーシャンク刑務所の中での物語です。ショーシャンク刑務所には囚人がたくさんいて、いじめなんかもはびこっています。主人公にとって一番のキーマンになるレッドという無期懲役の人がこういうことを言うんです。この刑務所で希望なんて持つな、希望なんて持つと命取りになるぞ。ちなみにこのレッドは私の大好きな俳優モーガン・フリーマンですね。レッドは希望を持てば持つほど絶望するから、そんなものは持つな、最初から何も期待するなと言うんです。確かにこうやって言う気持ちは私たちも分かりますよね。人生というのはもっとこうなるはずという期待を持つから、そのギャップで苦しむんです。あなたも人に対して、ああもう期待するのはやめようと思ったことあるはずです。私も過去の動画の中で、自分がコントロールできない他人に執着するのはもうやめよう、期待するのはやめようということを言っています。でもですね、主人公のアンディは希望を捨てずに行動し続けるんです。どんなに理不尽な目にあっても、きついことがあっても、未来だけを向いて行動し続けるんです。これどうなったかは見た人のお楽しみです。予想以上の結末が待ってます。何も期待するなというレッド、希望を持ち続けたアンディ、こういったストーリーを見ると、ああやっぱり絶対に希望というのは捨ててはいけないんだ、ネバーギブアップ精神こそが何よりも大事なんだ、そう考えがちなんですけど、それはねちょっと違うんですよ。実は希望を持つことが良いことか悪いことか、その二元論に意味はありません。重要なのは人生の希望を何に対して持つかなんですよ。じゃあ何に一体希望を持つべきなのかというと、今よりも良い未来に対してです。逆に持ってはいけないのは自分が行動した結果です。物語の中でアンディは今よりも良い未来に常に希望を持ち続けて行動します。もうこうなってしまってはどうしようもないという状況でも、そこから未来に向けてより良くできると常に信じているんです。目の前の結果にとらわれてしまう人は、思い通りにいかない時に一喜一憂してしまいます。まあ喜ぶだけならいいんですけども、何度も憂鬱なことがあると未来に対して希望を持てなくなるんです。希望は行動の活力を与えて人生をより面白くしてくれます。でもその希望をね、向ける先を間違えないようにしてほしいんですよ。向けるべきは目の前の結果がどうではなくて、常に今から先のより良い未来です。私は心の中で唱える好きな言葉があります。それが私ならできる、俺ならできるです。やっぱりね、うまくいかないことがあると自分に自信を失ってしまうじゃないですか。あ、もしかしたら次もうまくいかないかもって、そんな時にね、俺ならできるっていう言葉ほどね、自分を奮い立たせてくれるものはありません。過去に事業が失敗した時も、仲間がみんな辞めた時も、会社のお金がなくなって潰れそうになった時も、ずっとこっから俺ならできると思ってました。どんな時も常に未来だけを見て希望を持つ、このマインドセットさえあれば人生できないことなんてないんじゃないかなとすら思います。でもやっぱりね、自分の意思だけで希望を捨てずに居続けることっていうのはね、難しいんですよ。そんな時に希望を与えてくれる唯一のもの、それが心から信頼できる仲間です。映画の終盤にレッドが自分の人生に対して希望を持てなくなる瞬間があるんです。それを救ってくれるのがアンディの存在でした。こっからのラストシーンは本当に素晴らしいんで、ぜひね、全員見てほしいです。未来に対しての希望を一人だけでね、持ち続けるというのは理想ではあるんですけど、実際はとても難しいことです。私もここまで来ることができたのは、話を聞いてくれる仲間がいたからこそだと思ってます。ぜひショーシャンクの空にから希望を持ち続けることの大切さを理屈ではなくて心で学んでみてはいかがでしょうか。見るだけで人生が好転する映画第3位、第3位は最強の2人です。この映画を見て人生が好転する理由は、常識にとらわれずに
ありのままで人と接するというのはどういうことかを理解できるからです。私が初めてこの映画を見た時は、うわーそうだよな、人と正面から向き合うってこういうことだよなって、人生の価値観が完全に再構築されました。最強の2人は2011年のフランスの映画です。脊髄損傷で首から下が不自由な富豪のフィリップと、それを介護することになった貧困層の移民の若者ドリスとの交流を描いた物語です。本当だったら絶対に関わるはずのない2人が、ひょんなことからドリスがフィリップの介護をするようになります。この黒人のドリスはフィリップに対して本当にありえないようなひどいことを言いまくるんですよ。ドリスがチョコレートを食べている時にフィリップが、うまそうだな、俺にもくれって言うんです。そしたらドリスは、嫌だよバーカ、このチョコは健常者用なんだよ、健常者用のチョコって返すんですよね。私たちが持っている常識からするとありえないブラックジョークじゃないですか。でもドリスはいわゆるまともなモラルを全く持ってないんで、同行したオペラで爆笑したり、フィリップにマリファナを勧めたり、不謹慎の限りを尽くすんです。性の問題なんかに関しても、お前その体でやれんのみたいに率直に言うんですよ。普通に考えたら介護されてる方はブチギレそうなもんですけど、フィリップからするとずっと特別扱いされていたことにうんざりしていたんです。だからありのままで接してくれるドリスが心地よかったんです。二人は時には衝突しつつも心を通わせていきます。この作品を見ると、他者への配慮とは一体何なのかということを考えさせられます。社会で生きてるといろんな配慮を求められます。目上の人に配慮しろ、子供に配慮しろ、高齢者に配慮しろ、お客さんに配慮しろ、上司に配慮しろ、目が見えない人に、足が不自由な人に、耳が聞こえない人に配慮しろ、そういうことを求められますよね。それが悪いこととは言いません。全く配慮がない一部の人に人権が全くない世の中もまたダメだと思うからです。でもですね、配慮すべきという考え方だけが先走ってしまうと、大事なことを見失ってしまうと思うんです。その大事なことって何か皆さん分かりますか？それは自分の目の前にいる人のありのままの感情を理解しようとする努力です。最強の2人で言うと、フィリップについた過去の介護士たちはみんな特別扱いをしました。まあね、お金持ちで雇用主なんで当たり前ですよね。でもフィリップは特別扱いされたくない、一人の人間として見てほしいと思ってました。でもそのありのままの感情を理解しようとしてくれる人はいなかったんです。私たちもそういった思考になってはいないでしょうか？例えば仕事で上司と仕事をするとき、お客さんにサービスを提供するとき、普通に考えたらこうすべきだという考え方だけが先に行ってしまって、目の前の人が一体どう考えているのか知ろうとする努力をサボってしまってはいないでしょうか？自分がどうしたらいいのかという正解ばかりを考えていると、目の前の相手が何を考えているのかということを見失ってしまうんです。つい正解の行動ばかりを探してしまう人が最初にやるべきこと、それはありのままの自分で相手に接することです。シンプルです。自分が思ったことを口に出す、それだけです。目上の人であっても、相手の言ってることが自分から見て違うと思ったら、素直に自分はこう思ったんですけどどうですかねって言ってみるんです。私は別に最強の2人のドリスみたいに、人に対していつも失礼で無礼講な態度を取れと言いたいわけではありません。お伝えしたかったのは、ありのままの自分でありのままの相手に向き合うこと、これ以上に本当の信頼関係を作る方法はないんだよってことを言いたかったんです。ハリウッドでリメイクされるほど評価も高い面白い作品なんで、ぜひ見てください。見るだけで人生が好転する映画第2位。第2位は天使がくれた時間です。この映画を見て人生が好転する理由は、人生で本当に幸せなこととは一体何かということを何度でも思い出させてくれるからです。主人公はウォール街で優雅な独身生活を満喫しているエリートビジネスマンです。名前はジャックでニコラス・ケイジが演じています。仕事は一筋の若手社長で、女性にもモテモテで大人の青春を謳歌しているような人です。実はこのジャックは13年前に大好きだった恋人のケイトを捨てて今の仕事を始めているんです。そのおかげでめちゃくちゃ出世できました。お金持ちになりました。何一つ自分の生活に不満はありませんでした。でもある日クリスマスイブに目覚めると、13年前に別れたはずのケイトと子供2人がいるベッドで目覚めます。それまでは高級マンションに1人で住んでたんでびっくりするんですよ。なんだここはと慌てて家を飛び出して、自分の会社に行くとお前は誰だと守衛さんに追い出されてしまいます。そう、ジャックは13年前にもしケイトと別れていなかったらどうなっていたのかというもしもの世界に来てしまっていたんです。そこからジャックはケイトや子供たち2人との触れ合いを通じて本当の幸せとは何かということに気づいていく、そんな話です。この天使のくれた時間は最近も私見直したんですけど、まず何よりも先にこう思いました。ジャック俺やんって。別にウォール街でスーツで働いていないんですけどね。まあちょっと似てるなと思ったのは、10年前に起業するときにね、私も学生時代に付き合っていた恋人と別れたんですよ。今から起業して忙しいから構っている暇ないと冷たく突き放しました。そういった
ったことがあって今に至るわけなんで、別に後悔してるわけではないです。ただジャックと同様、仕事に人生の時間を全部使ってきたというのは似てるなと思います。これを見ている人もね、優秀で真面目な人が多いんで、仕事に没頭してきたっていう人も多いんじゃないでしょうか。この映画でジャックが気づいていくように、本当に人生を豊かにしてくれるものって大切な人とのつながりだと思うんです。家族、仲間、友達、そういった心から愛を注ぎたいと思う人に愛を注ぎきること、それ以上に人生を豊かにしてくれるものがあるでしょうか。人生を幸せにするものは何かというテッドの有名な動画があります。見てない人は概要欄にリンクを貼っておくので絶対見てください。100年以上にわたるハーバード大学の研究の結果、人生を幸せにしてくれるものは良質な人間関係だと結論付けているんです。私は別に仕事に没頭して売り上げを大きくしたり事業を作ることを否定したいわけではありません。毎回言ってますけども、仕事とプライベートどちらが大事かという二元論に意味はないんです。重要なのはバランスです。仕事は楽しいです。自分の意思決定、自分の頑張りで結果が出ます。ゲーム性があって中毒性があります。それに世の中は貨幣経済、資本主義社会なんで、お金を稼げる人が評価されます。皆さん、街に繰り出したお金をたくさん使ってみてください。みんなチヤホヤしてくれます。そうなると気づかないうちに、仕事以外は価値がないもの、出世が全て、売上が全てみたいな極端な価値観のバランスになってしまいやすいんですよ。前の動画でも言いましたけども、お金は無限に執着を生み出す麻薬です。だからね、仕事を頑張っている人こそ、もしくは今からもっと頑張って活躍してやるぞと思っている人こそ、今身近な人を大切にできているだろうかと見直してみてほしいんです。それは幸せに生きるためには欠かせない習慣だと考えてます。感謝を伝えられているだろうか、一緒に笑ったり悩みに乗ったりできているだろうか。こういった振り返りは毎日しても多くはありません。ただ今日そう思ってもまた時間が経つと忘れてしまいます。そういった時に天使のくれた時間みたいな映画を見て、ああ、やっぱり身近な人を大事にしようと感情を動かして思い直すことは大事なことではないでしょうか。素晴らしい映画ですので、ぜひ見てください。ではいよいよ1位です。この第1位は多くの人が見た瞬間に、え、それって思うと思います。でも事実ベースでこれちょっと言うの恥ずかしいんですけども、私が人生で一番泣いた映画です。だからこの1位を発表しないわけにはいきませんでした。見るだけで人生が好転する映画第1位、第1位はクレヨンしんちゃん大人帝国の逆襲です。多分あなたは、うわーそこ来たか、わかるって人と、え、急にクレシン、なぜって思ってる人のどちらかだと思います。この映画を見て人生が好転する理由は、両親が自分と同じ一人の人間なんだということを教えてくれるからです。一行であらすじを言っておきます。ある日大人たちが洗脳されて誘拐される。それをしんちゃんたちが助けに行く。以上です。いや本当にね、これだけなんですよ。助けに行くまでのプロセスもすごい笑えて面白いんですけど、やっぱり最大の見どころは後半にあるひろしの回想シーンです。ちょっとここはね、何度話しても泣きそうになるんで落ち着いて話します。しんちゃんが洗脳されたお父さんのひろしを正気に戻そうとします。その時にお父さんが自分の少年時代から今日までのことを思い返すんです。どんな回想シーンかというと、田舎で周りは田んぼしかない道を、ヒロシのお父さん、つまりクレヨンしんちゃんのおじいちゃんにあたる人ですね、そのおじいちゃんの自転車の後ろにヒロシが乗っているわけです。そこから大きくなって高校生になって、時には好きな人と2人で歩いたりして、右も左もわからない中で東京に行きます。仕事は最初は失敗ばかりで、時には居酒屋で上司に励まされて、そんな中で仕事を頑張ってしんちゃんのお母さんのミサエに出会って、しんちゃん子供が生まれて、仕事は相変わらず大変だけど、くたくたになって帰ってきたら大切な家族が待ってくれていて、家族が疲れを吹き飛ばしてくれるような笑顔をくれて、毎日仕事を頑張る。そしてまた今度は家族4人で最初の田んぼの中の道を自転車に漕いで進んでいくんです。そんな回想シーンです。親というのは誰にとっても生まれた時からそばにいて偉大な存在です。思春期あたりから両親の嫌なところも見えるようになってしまって、口答えしたり文句を言ったりすることも増えていきます。私は両親が何か思い悩んだりしているところを見たことありませんでした。どんなに生意気なことをしても時には怒られても最後は味方でいてくれる特別な存在でした。きっと誰にとってもそうだと思います。確か大学生の頃ですかね、改めて一人で映画を見る機会があって、一人でヒロシの回想シーンを見た時に涙が止まらなくなったんです。気づいたんですよ。お父さんもお母さんもかつては自分と同じ右も左もわからない一人の若者だったんだなって。正解がわからない中で時には失敗をして落ち込んで、でも辛い時も前を向いて必死に人生を生きて自分を育ててくれたんだなって、自分と何も変わらない一人の人間なんだって、なんで今日までそんな当たり前のことに気づかなかったんだろうって思いました。心からありがとうって気持ちが込み上げてきたんですよ。映画を見てね、こんなに泣いたのは初めてでした。あなたもついね、両親に対してなんでこんな簡単なこともわからないんだとか、うんざりしてね、感情的になってしまったことあるんじゃないでしょうか。時代遅れだなとか、世間知らずだなとか、これまでたくさんのことを与えてくれたはずなのに、つい慣れきってしまって悪いとこばかりに目が向いてしまう。でもこの映画を見て思い直したんです。両親も時代背景、
育った環境が違うだけで、両親は両親なりに頑張って生きてきたんです。私たちも悩んだり葛藤したり、時には失敗したり、間違いを犯したりすることあるじゃないですか。親も同じなんです。これを見ている人の中にはね、両親と馬が合わないという人もいると思います。いつも仲良くしろというつもりはありません。むしろお互いを尊重して一線を引くことの方がね、大事かもしれません。ただこの映画を見れば、これまでよりも少しだけ多めに見ようと思うはずです。自分の価値観でバッサリ切り捨てずに、耳を傾けたり、妥協して譲ってあげたり、そういったことができるようになります。そういったことをやろうと思わせてくれます。そんな大切なことに気づかせてくれたこの映画は、私にとって間違いなく人生が好転する映画第1位です。ということで、トップ5発表してきました。もしね、見てみたいと思ってくれた人のために、どこで見れるのか概要欄にリンクを貼っておきます。中にはネットフリックスなんかですぐに見れるものもあります。では、いくつかお知らせの後にトップ5をもう一回振り返ります。私の経営するディブでは、一緒に働く仲間を大募集しています。今本当に人が足りません。ぜひコーポレートサイトを見てください。次、プログラミングスクールテックキャンプが大好評です。未経験からプロのエンジニアになりたい方、ぜひ無料カウンセリングに来てください。もしまだチャンネル登録してない方がいれば、チャンネル登録よろしくお願いします。これからも役に立つ動画をどんどん配信していきます。ついでに LINE の登録もよろしくお願いします。では最後に復習しましょう。今回は見るだけで人生が好転する映画トップ5を発表してきました。第5位はきっとうまくいく、競争社会の中での正しい人生の選択の仕方を学べます。第4位はショーシャンクの空にです。絶望の中で希望を持ち続けることの大切さを学べます。第3位は最強の2人です。常識にとらわれずに、ありのままで相手に接する大切さを知ることができます。第2位は天使がくれた時間です。人生で本当に大切なことを何度でも教えてくれます。第1位はクレヨンしんちゃん大人帝国の逆襲です。両親も自分と同じ一人の人間なんだってことを教えてくれた私にとって大切な映画です。ということで、今回も最後まで見てくれて本当にありがとうございます。もしこの動画を見て良かったなと思ってくれた方は、ツイッターなどにシェアしてくれると嬉しいです。皆さんにとってもこれが人生を変えてくれたって映画があれば、ぜひコメントしてほしいなと思います。たくさんのコメント、高評価もしていただけると嬉しいです。これからも仕事や人生に役立った話をどんどん配信していきますので、よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。